街角図鑑の三津さん、大きなタモリことにしますこれタミヤですね。あ、タミヤだ。あ、よくわかんないですね。え、これもタミヤで売ってんだ、こういう恐竜みたいなのも、ジオラマみたいなの。へマーライオンも売ってる。シンガポール建国50周年。あ、でも非売品だから、まあ、シンガポール限定キックも。へぇー。へぇー。押さないで、押さないで。なんでマーライオン。100いきますよ、ね。100いきますよ。あそこ真ん中何なんですかね、あれ。真ん中何なんですか、ね、確か、あの、ここの道を整備する計画図に、ええ、のにぎわいを創出するみたいな感じで。あ、にぎわい。にぎわいを。あそこがお広場に。にぎわいを創出、創出するための広場が、にぎわいを創出ね。そうですね、まあ今のところ、はい、なんかね、よくありますよね。よく聞きますよね、はい、にぎわい、あ、またにぎわいを創出かみたいな、はい、あと、あのアクティビティを誘発したりするんですよそうだそうだね、そうなんです、観光客とかね。そうなんですよね、はい、まあ今のところ、あ、こんななんだ。へえ。じゃあ一個いいですか、うん、お、これ CC ボックスって言いまして、ええ、ここに実は CC ボックスって書いてあるんですけど、はいはい、この下はあの普通に通信線が埋まってまして、ええ、これあのコミュニケーションの C、はい、コミュニケーションの C、はい、あとコミュニティの C とか、あ、コミュニケーションコミュニティボックス、はい、そうらしい、はい、通信線が埋まってるだけなんです、埋まってるだけなんですけど、一応コミュニティ であると。東京都のマーク、あ、これ東京都のマークなんですか、へえ。これ、はい、漢字の東と京が入ってるんですよ、はい、え、東と京を合体させて、はい、こういう形にしてある。あ、そうなんだ、ね、東京なんです。知らなかった。すごいですよね。ただの太陽マークではない。なるほど。今あのイチョウの、ね、はい、シンボルマークはよく見ますけど、はいはいはい、あれなかなかないですもんね、はいはい、なるほどなるほど。このエビスソモですか。あ、何でもない、考える人ですよ。考える人ですね。有名なやつですか。考える人じゃねえだろ。ロダンのやつですか、これは。まあ考えてますけど。考えてますね。ちなみにあのロダンの考える人は何を考えてるか知ってます。いや、知らないです。何考えてますか。地獄について考えてるらしいですよ。ああ、地獄の門でしたっけ、あれ。あ、あるんです。そうかそうか。そうなんです。あの神社についての、はい、トリビアを僕一つ持ってたはずなんですけど。何ですか。忘れたんですよ。あの神社すごくないですか。あれなんか面白い神社なんですよ。なんであんなとこにあんの。あれ忘れちゃったな。あれなんか面白い神社、うん、なんかあったんだけど忘れちゃいましたね。じゃあもうその時点で平気ですよ。イタリア街があるんですよ。イタリア風の街並みを作ったところがあるらしいんですけど、うん、バブルの頃ですよね。行ったことないです。ああ、ないです。まあ、じゃあ後で個人的にそれで行きましょうかね。なんかあるんですよ。もともと日比谷公園の中にあって、あ、そうなんだ。まあ、日比谷公園。鯖稲荷で、そうだ。その後ここに来たと。虫歯に苦しむ人が、はい、鯖を立ってここに祈願すると、はい、虫歯が治ると。鯖を。だから虫歯の神様を、はい、探していろいろ巡っててここに来たんですよ、はい、僕。あ、で虫歯を治してくれる神様って東京にいくつかあって、ああ、なんか、うん、南千住だったかなに、虫歯が痛すぎて、うん、切腹して死んだ武士を祀った神社があるんですよ、うん、すげえ。そこと、あとここもなんか虫歯に効くっていう、それで調べてきたんですよ。なるほど。そうでした。虫歯は昔困ったんでしょうね。しし、虫歯は昔あってね、うん、もう歯抜くしか治療法がないですからね。サバコウって書いてある。おー、ニッサバコウって書いてある。だからサバ立ちしてるんでしょうね、この人たちは。わかんないですけど。なるほど、じゃあ観光しましょうか、はい。僕、いいですか、はい、93平僕、71平です。やっぱりね、じゃあとりあえずそういうことでマンホールとか、バイロンは強いです。すいません、本当にもうその辺にあるから。なんか目についたら言わなくちゃと思って言っちゃいました。あ、ありがとうございました。ありがとうございました、楽しかったです。そういうの、あ、こんな、ここもしかして、ここを1個左に入ったところが、へえ。でもこの通りもイタリア街ですね、ここから向こう。なんで
なんで急にイタリアなんですかね。これはもう謎としか言いようがない。これは昔は普通の雑居ビルだったんですけど、もうなんか